縁がある人は何度でも出会う。去る者も自分から絶対に追うな。なぜならそれはあなたにとって必要がなかった縁だから。必要がなかった縁は自然と切れるもの。だからこそ無理に関係を続けることであなたが傷つき、相手も傷つく。去る者を追うエネルギーがあるなら、いつもそばで支えてくれている人を大切にしよう。縁というのはあなたにとって必要な時に結ばれて、必要でない時に切れるもの。無理に結ばれようとしたり、無理に切ろうとしなくていい。自然と結ばれ、自然と切れる。あなたから出ている波動で人を引き寄せ、人を引き離す。それが縁というものだから。自分を信じて前に進もうぜ。止まるんじゃねえぞ。